消えたんだけど、もう目が見えない。昼間は見れなかったから、お昼お休み、あ、そうだよ、今日お昼に配信したんです。お昼ぶりの方はお昼ぶり。映画メガネがなくなった。え、本当にどこに行ったんだろう。あの熱が、ワクチン打った日はね、ワクチン打った日はあのメガネで過ごしたんですよ。したらメガネがなくなっちゃって。聞きましょう。え、聞いてください。どこにあると思う？いいの？今日ずっと探してたんだけど、結局メガネ見つからなくて。おでこの上だよ。ないです。ないないの。いや、どこに行ったんだろうね。困るんだよな、メガネないと。目が悪いから。自分のは目の前にある。この前なくして見つかって、またなくした。最近ここだから、ここ何日かでなくしたんです。お風呂場は持ってかなくて、あのいつもお風呂にお風呂の場で目が見えないと大パニックになるので、頑張ってお風呂の時はコンタクトつけて入るんですよ。うん、洗面所ない。洗面所にもないの。どこに行っちゃったんだろう。しかもメガネケースの中に見えてなくて単体でメガネがどっかに行ってしまった。マロンがはけたりだって。まこたん、まこたんおいで。あ、危ない危ない。まこたん踏んづけるとこだってよ、今ありの押し入れで。まこたん、まこたん、わかったわかったわかった、まこたん、まこたんも目が悪いっていいよね。まこたん、やだ、化粧水が全部剥ぎ取られるからやめて。まこたん、まこたん、まこたんもあまり目が悪いから遠くのもの見えてないって言うけど、全部化粧水剥ぎ取るのやめて、せっかく保湿したのに。まこたん、うわー、まこたんかわいい、大好き。マロンが食べたらって。マゴタのお腹の中に、まあ、ガタガタガタ、わかったよ。お腹の中にメガネがあるの、危ないよ。なんか黄色の服着せました。そう、化粧水乳液全部剥ぎ取られた、まこに。どうなの、メガネがないから本当に何にも見えなくて、自分の部屋にあると思うんだけどね、ないんですね。なんかどこで撮ったっけなっていうのを思い出せないのよ。化粧水おいしいのかな。いや、なんかちっちゃい時から顔周りをめっちゃ舐めるのがあの癖ですね、マロン。化粧水よりも。こんばんにのりー、こんばんにのりー、ペンペン、まーこさん。あ、でも普段は絶対コンタクトする。あのずっとお家にいる日はしないけど、基本的には
コンタクト絶対もうなんだろうな視力わかんないけど、でも最近コンタクトのねあれが増えてきてるんだって、あのコンタクトの、あコンタクトしてる人のなんか角膜が角膜が傷ついちゃって眼科に行く方の気をつけてね。ひよちゃん起きておはよう。でもリーナもう寝るよ。さっき寝てたんだもん。メール書きながら寝てた。メール書きながら寝てた。なんか角膜あるじゃん、目の膜がやばなんかねこうピロって剥がれちゃうんだって。怖いよね、考えただけでそのうーってなっちゃうけど。うん、あとでもリナも一回なんでこんな時に本当に良くないと思ったんだけど、カモミールの MV 撮影の時にめっちゃ目が痛くて、であの時の写真全部目が赤いんですけど、もう大事な大事な MV 撮影の日なのになんか途中から目を痛くしちゃって、で目薬どんなにしてもコンタクト変えてもなんか全然治らなくて、でしかも東京だしお仕事だし次の日までお仕事があって、でまあ東京のお家にも帰る時間がなくて、でそれでもう本当に目がもう痛くてどうしようレベルで、僕が帰ってきてから眼科に行ったら角膜がね目の膜がねピコってちょっと飛び出したの、なんかめくれてたの。本当にもうちょっとめっちゃちょっとめくれてただけで痛いんだって。超痛かったけど眼科の方にこうピッてピンセットみたいなやつ取ってもらったら、まあ、全然痛くなくなったんだけど一回なったこと。コンタクト2枚入れちゃう人がいる。ああね、コンタクトさ2枚入れちゃう人もだしさ、あと裏表まこたん外れなさい。はい、まこたんママのとこ行ってください。まこママねえ、だからコンタクトつけっぱなしも絶対ダメだし、短い配信だって30分くらいしようかな。30分って短い？今30分はめっちゃあっという間だなと思う。人の感覚によると思うけどね。眠たいです。あ、キールありがとうございます。ありがとう。目薬は染みないんだよね。なんか痛いの、瞬きしても目開けててもその時何しても痛かったから、もうコンタクトは気をつけようと思って。まあでもたまたまらしいよ。例えばコンタクト外す時にちょっとうまくいかなくてビロって剥がれちゃう時もあるんだって。なのでコンタクト民の方、いいの、コンタクト民だから気をつけてね。メガネ民の皆様はメガネをなくさぬように。ワンデーできるだけ短時間にするのがいいよ。そうなんだよね。でもなんかいつもさ目が見えないのが嫌で長くつけちゃうんだよね。こんばんは、こんばんは。15分は早い。15分は何できるか分かんないけど、カップラーメン
5個分カップラーメン5個分。そうだよ、今日はあれでしたね、劇場でおしゃべり会でしたね。3つの握手会が延期になっちゃったから、おしゃべり会が延期になっちゃったから、いつなんだろうな。メガネは体の一部です。じゃあメガネなくすことある？今メガネなくしちゃったらもう、え、本当にないよ。もういいや、明日探そう。ママにも聞いたんだけどね、ないんですね。いや本当に困る、ブルーライトカットのメガネが欲しい。かっこいい、つけたことないけど、なんか目に優しいのかな。夜とか乾くから嫌なんよね。だってわかる、乾く。でも結構ドライアイかもしんない、もしかしたら。あのすぐ乾くかも最近。でもなんかコンタクトの種類を変えたんですね。変えたら昔のやつの方が目に合ってるかも。めっちゃ最近のやつは昔お風呂でつけててもゴロゴロしなかったのに、最近はお風呂でつけてもゴロゴロするし、あの夜になったらカピカピ。なんかね、水分が多いコンタクトにしたんですよ水分が多いコンタクトですよって言われて、で誕生日の辺に買ったから、なんかバースデークーポンが使えて、でちょっといつもよりもちょっと、ほんとちょっと500円くらい高いやつだったから、ありがとう、ありがとうございます。ちょっとね挑戦してみようかなと思ってしたんだけど、なんかねすぐね目が乾燥する気がする、いつもよりも。だから戻そうかな。えっ、いちごの食べ頃物を買ってきた。いちご、見たことないの。抹茶、ホワイトチョコ、チョコ、普通のもあるけど、いちごも出たの？やだ、先に知らなかったのが悔しい。え、知ってます？嘘じゃなくて？まこちゃんメガネ探してちょうだいだって。え、いちご味が出たの？あのね、食べっ子水族館めっちゃ美味しいんですよ。あんま売ってないんだけどね、この前あのコスモスかな、ここからファインかな、どっかに行ったら見つけました。抹茶あるよ。抹茶でも食べたことない。友達から、大学の友達からいるって言われて、そう、返信が遅かったら買ってきてくれなかった。何歳からコンタクトを見んだって？中3？結構長いかも。こんばんは。こんばんは。起きておはよう、ありがとうございます。522日パチパチ。抹茶味も、でも抹茶味とかってこのくらいのちっちゃいやつよ、コンビニとかに売ってるサイズのやつ。食べっ子北海道限定、それめっちゃ美味しかった。北海道行きたい。コンタクトは高校デビューじゃないよ。高校の時にはもうコンタクトしてました。で、あのカラコンをしたのは、グローリーの初日の時にしたのね西鉄ホールのね、遅いですね。カラコン、それまでカラコンしたことなくて、
その時に腹ポンしました。バックダンサー初日だから1月ですね、2019年の。ありがとう、お昼に言われてないだってありがとうございます。ありがとう。うん、カラコンする時もあるけどしない時もあるかな。いろいろ買ってみるけどね。でもどうだろうな、入浴剤、どこに売ってたの気になる。ロッテリアじゃなくてなんだっけ、ロフトとかに売ってるのかな。ロッテリアしてみたいけど、コンタクト怖い。コンタクト怖いよね。しなくても可愛いから大丈夫よ。でもあのなんか目の色が変わるやつとか、ピンクとかなんかブルーっぽいやつとか、あのはめっちゃ雰囲気変わる。グレーっぽいやつとか、茶色とかだったらなんか目に大きくなる感じだけど、他の色とかのやつ買うと、あ、カラコーンってめっちゃ思う。から買ってみたりもするし、なんかナチュラルなものあるかなと思って買ってみたりもする。久々に来れた、ありがとう。やっほー、こんばんは。だってこんばんは。ニノのポテトチップス持ってる、ありがとう。ロッテリア、この前行ったロッテリアだったらちょっと高いけど、絶品チーズバーガーが好きです。あとあれも好きだな、あ、それは全然違うお店でした。名前が出てこなくなっちゃった。違うお店だった。カラコンしたら、あ、ありがとう。見える世界の色が変わってみて、しないよ。しないけど、でもリノンすると思ってた。ピンクのカラコンしたら世界がピンクに見えるのかなってめっちゃ思ってたけど、なんないなんない、怖いよ。そしたらピンクだったらまだいいけど、黒のカラコンとかしたら黒く見えるんだよ。こんばんは、こんばんは。え、見えないと思ってた方がいっぱいいるくない？え、見えないよ。見えません、見えない見えない、普通に、え、見えないよ。見えると思ってたの？嘘。え、だから世界がピンクに見えるってことでしょ？見えませんよ、普通普通。みんなの顔もちゃんと見えますよ。見える見える。本当に本気でそう思ってたの？リノは嘘、嘘っていうか、え、嘘とかじゃなくて、嘘っていうか何、そういうのあんじゃん、なんかびっくり待ちみたいな、なんていうんだっけそういうの。なんていうんだっけそういうの。見えないよ、一緒。なんかさ、目あんじゃん、なんか目の中にさ黒いのがあるじゃん。なんかそこなんかカラコンってあるんですよ、こう目の真ん中は絶対、真ん中がさ、あの目見えてるとこじゃん。目、茶色いところは多分さ、どこで目見てるのか分かんないけど、多分茶色いところらへんの、ここ茶色いところは多分色変えてくれたりとかするから、この目の見えるところはピンクになってないんですよ。だから全部がピンクになってるんじゃなくて、こうなんかこう、こうなんか周りをピンクにしてるから、間は透明ですよ。めっちゃ色が変わると思ってた。変わらない、
じゃあステージでピンクのつけしたら真っピンクに見えるつもりなのかな。普通普通本当だ、本当でしょ、本当だよ。あ、なんか目ってさ黒があってさ、なんか犬とかの目見たらめっちゃ多分自分の目見たらわかると思う。自分で今鏡持って鏡でこう自分の目見たら多分黒い、黒が真ん中にあってその周りに茶色があって白目があるみたいな何の授業かなと思うけど、そうだから、ま、真ん中の黒い点みたいなところはこうコンタクトカラコンも絶対白なんですよ、透明だからピンクに見えないああそう、中心部分が色がないんです。そうですそうです。で周りがこうぼかしてなんか色が、色っていうかピンクになってたりとか、なんか目が大きくなるような、なんかぼかして使うようなやつがあったりするのそうだよ。でもそしたらさ、こんなここどこでも見てるんだろうね、目って黒いところで見てるのかな。だから多分色が変わらないのかもしれない。そう、縁が色付きだから多分ここの全部がピンクっていうやつを買っちゃうと多分見えないけど、そんなもの多分発売されてないと思いますピンクになるコンタクトとか怖いよ。みんなの顔全部ピンクに見えちゃうよ。ステージ見にくくないのかなと思ってたうそ、カラコン、カラコンね、あんまりつけるかって言ったらつけ、うん、つける時もあるけどつけない時もあるけど、見えてるところは結構小さいらしい、らしいよ。すごいね、目って大事にしようね。お疲れ様です、お疲れ様です。変わらない変わらない、そのまま。え、コンタクト今あるかな。よいしょ、あったよ。これ見たらわかるんじゃない。見て、リノが大好きなパンが出てきた。これバタースティックパン、これめっちゃ好きなの。ストラップをもらいました。かわいい。ガチャガチャにあるよね、これはもらったんですけど。どれがわかりやすいかな、これはわかりにくいかな。あ、これめっちゃわかりやすいかも。ほら、真ん中がさ、真ん中がさ、透明でしょ？真ん中、ここの中心わかる？これ目に入れてるんですけど、これ真ん中がさ、透明だからさ、あれなんですよ、見えるの。縁、ここの縁が茶色くなってるから目が、色が変わって見えたりとか、こう白目のところにちょっと覆いかぶさって色が入るから目が大きくなったりとかするんです、するんですするんです。だからこれは全然違う、これとこれはブランドも違うし、こんなんとか、これめっちゃナチュラル。これは縁がさ茶色いじゃないですか。これが色が濃ければ濃いほどめっちゃ目立つ。だからリノは公演の時とかはもうめっちゃナチュラルなやつ、今いろんな方がいますけど、こんなもうちょっと縁があるくらいのやつ、これ可愛いんですね、使ったりしとりますね。すごいでしょ。あ、これとか、これがだからピンクになるやつだ、みんなが好きな、みんなが世界がピンクに見えるやつ、これ、これはほら
ピンクになれるよこれつけたら。みんなこれつけたらピンクになれるよ世界が。これなれません。なれません。なれないけど、これもうだから真ん中がさ違うじゃん。外だけがピンクなの。真ん中は多分目が見えるように、そう。パンと一緒にパン1個パンが入ってる。でした。カラコン、ずっとコンタクトの話してるね今日。目が悪い話してる。カラコンとパン一緒に入れてるよ。そう、世界がピンクに見えるやつよ。もうピンクピンク、あーピンク。ピンク大好きやって、今ピンク大好き。そうですね。でもカラコンも迷ってた時期があったから、なんか時期によって昔のリノとか見てたらめっちゃちゃんと目っていうカラコンしてる時もやっぱあったし、メイクも変な時もあったからあれだけど、最近はまあカラコン入れてみたりとか、普通に透明のね、今これはあれよ、もうコンタクトすらしてないけど、やっぱコンタクトしないのは売られないので、もう目が悪すぎて。そうね、メガネ見つかるの本当に祈っててください。でもさ、放っておいても出てくるもんじゃないしさ、こう家の中にあるもんだから自分で探さないといけないんだけど、ないんですよ。明日になったらいないかな、ベッドサイ、ベッドの横のベッドの棚のところに。どうしてカラコンに入れたの？何がいいのかなと思ってて。だから昔の自分の写真見たらいやーって思う写真はいっぱいあるよ。いっぱいある写真見てたら、1年いのあのこけら落としらへんの写真も見れないですね。ナイルの初日とかわーってもう見れない、まあ、あれは1年くらい前になっちゃうけど、全部色がついてると思ってた。ついてないんです。なんかリノがカラコン作った人みたいになってるけど、作ってないからね。でもカラコン、リノあれだな、カラコンモデルとかやってみたいな将来。カラコンも目の仕事してみたい。そういう、うん、こんばんは、こんばんは。メガネなくしました。メガネないのきついよね。困ったよ。感じが。今はピコ。もう20分だって。いや、何時から配信してたっけ。タラの魚さん、トートありがとうございます。ゆうさんもハートありがとう。ちなみフライさんもドラマありがとうございます。ゴロゴロてっちゃんキエルありがとうございます。ともちゃんもハートありがとう。ぼよん、はてぃさん、たこありがとうございます。なっちゃんもハートありがとう。ぼよん、くしらっきーさんもハートありがとうございます。ぼよん、こむさんお花ありがとうございます。かつもお手紙ありがとうございます。くろちゃん、アバターかわいいね、ありがとうございます。お花、てっちゃん、たい焼きありがとう。くじらっきー、まこちゃんありがとうございます。まさまさなさんもハートありがとう。ぴょん、小川真奈さんもお花ありがとうございます。ありがとう。ともちゃんありがとうございます。ネズミ、ネズミぴょん、
よしひろさんハートありがとう。ぴょん。30分くらいだったからそろそろ終わりにしようかな。でも最後にあれだけ教えて、あのインスタでも聞いたんだけど、あの帽子、普段帽子をかぶる方どうやって保管してます？帽子を引き出しの棚の中に入れててしたらね、もうペタンコになっちゃったペタンコになっちゃって、本当にペタンコになっちゃったから、どうしたら帽子ってどうやって保管してるかだけ教えて、そしたら見て終わる。なんか帽子、あの引き出しの中にめっちゃぎゅうぎゅうに入れてるので、なんかさ、なんか帽子、あーリッパーありがとうございます、ありがとう。てっちゃんありがとうございます。りょうさんもかわいありがとうございます。わしださんもハートありがとう。ぴょん。なんか帽子玄関に並べてます。すごーい。すごい、フックにかけてる。それ壁に貼り付けて、犬はもう今もう押し込んでるめっちゃ棚の中に、あの棚の中に押し込んで、も結構かぶる機会が多いから、そのたびにわーって出して、100均で買った帽子かけにかけてるよ。SGF、 あ、かけてるんだ。そうなんだ。あ、100均のフックにかけるといいよ。すごい、帽子の頭の部分に紙やクッションを入れてる。お店でそうだよね。お店のさ、帽子のディスプレイのやつ見るとさ、こうね、してるよね。犬もちょっとちゃんとしよう。ニトリ？ニトリの収納ボックス。ニトリと、じゃあ100均と、スリーコインズと、か、行ってみようかな。したらありそう。無印あるのかな。行ってみようかな。すごい、こう、立てかけておいてる人もいるんだね、ディスプレイみたいに。帽子箱だって、箱に入れる。箱の中に入れてるよ。筒の上に置いてる。めっちゃ勉強になった。あ、ニトリと100均だな。なんか上手に保管したいなと思うけどね、もうクローゼット置くとこないんですよ。あ、もう冬のものとかね、布団とかがいっぱい入ってて、あとお洋服とか入ってるから置くとこなくて。あー、いっぱいありがとうございます、ありがとう。カッツン、ありがとうございます。ケイトさん久しぶり、ありがとう。めっちゃ可愛いだって、ありがとうございます、ありがとう。頑張れ、ありがとうございます。もうね、寝るだけなんです。七色公演の練習頑張るね、楽しみ、ありがとう。困ったらニトリが最強だって。そうね、ニトリさんは最強ですね。ふむふむ、だいぶ分かった。終わりにしようかなありがとう、カッツン頑張れ、ありがとうございます。よし、寝よう。もう26分、寝ましょう。13位なつさん、ありがとうございます。12位がさらのさかなさん、ありがとうございます。11位がまさまさんさん、ありがとうございます。10位がなっちゃん、ありがとうございます。9位がこがまなさん、ありがとうございます。8位がこむさん、ありがとうございます。7位がにしぷ、ありがとうございます。5位が6位がはしぶっち、ありがとうございます。5位がくじらっき、ありがとうございます。4位がともちゃん、ありがとうございます。3位がタティさん、ありがとうございます。あ、4位がともちゃん、3位が
タティさんありがとうございます。2位がカッツンありがとうございます。1位がてっちゃんでした。てっちゃんありがとうございました。ありがとう。パチパチ。お休み配信でした。みなさんいっぱいありがとうございました。最近みんなさんって言っちゃうね。おやすみおやすみなさい。素敵な土曜日を。またね。素敵な土曜日を。動いてる？バイバーイ。お風呂入ります。おやすみー。